こんにちは、助産師の村上です。授乳抱っこシリーズも最終回、今回もおーちゃんと一緒にゲップの方法について解説します。助産師が授乳の方法をお伝えするとき、必ずゲップの方法も一緒にお伝えしています。これは赤ちゃんの胃の形が大人と違ってとっくり型をしていて、入り口の筋肉も発達していないので、ゲップと一緒に母乳やミルクを吐き戻しやすいためです。ただ、ゲップの方法を入院中に聞いても、レパートリーやポイントまではなかなか教えてもらえないことが多く、退院してからゲップが出ない、ゲップさせても吐き戻しが多いと心配されるママがいらっしゃいます。そこで、この動画では2種類のゲップの方法とそのポイントをご紹介しましょう。1つ目の方法は、肩でゲップをさせてあげる方法です。授乳が一段落したら、まず最初に吐き戻しても大丈夫なようにガーゼハンカチなどをママの肩に乗せます。次に赤ちゃんを膝の上で縦抱きにし、ママの肩が赤ちゃんの胸あたりに来るように前かがみになって密着します。この時、赤ちゃんを抱く方の手でお尻を、反対側の手で首から肩甲骨を支えましょう。その後、前傾から楽な姿勢にゆっくりと戻ります。そのまま首を支えていた手をずらして、赤ちゃんの背中を下から上へさすったり、優しく音が鳴るようにタッピングしてあげましょう。ママの肩にお腹が圧迫されてゲップが出てきます。ポイントとしては、赤ちゃんの背筋が伸びてゲップが出やすい姿勢になっているかどうかです。赤ちゃんを抱く位置が高すぎると背中が丸まり、空気も抜けにくくなるので、赤ちゃんの背中が縦に伸びているか周りの人に見てもらったり、鏡で確認してみましょう。2つ目の方法は、膝の上でゲップをさせてあげる方法です。授乳が一段落したら、赤ちゃんを膝の上で横抱きに、赤ちゃんの頭と反対側の腕にガーゼをかけておきます。沐浴で背中を洗う時と同じ要領で、赤ちゃんの向いている側の手のひらでママから見て、赤ちゃんの向こう側の脇を持ち、赤ちゃんが前傾になるようゆっくりと腕にもたれかけさせてあげましょう。あとは同じように背中を下から上にさすったり、軽くタッピングします。背筋をできるだけ伸ばせるように引き上げるイメージで支えてあげるのがポイントです。最後に、背中の叩き方にもコツがあります。まずは胃に溜まった小さな泡を上に集めるようなイメージで細かく優しくタッピングします。次に、空気が胃の上に溜まってきたことをイメージして、赤ちゃんの背中をしっかりめに下から上にさすります。こうすることで赤ちゃんへの負担も最小限に、短時間でゲップを出すことができますよ。いかがでしたでしょうか。動画の通りにやってみても、ゲップが出なかったり、ゲップが出ても吐き戻すことがあるかと思います。ゲップが出ない時もありますので、その時には顔を横向きに寝かせてあげたり、授乳の合間にゲップをさせてあげたりしてみてくださいね。抱っこと授乳についてのお話はここまで。赤ちゃんを抱っこしたり、授乳できる貴重な時間をたくさん楽しめますように。またお会いしましょう。